あの指紋できるだけつけたくないなってんでね。あとね、まだボディの方でやんなきゃいけないことはちょこちょこ一部ね、うん、大丈夫ね、剥がれないね、剥がれないね。はい、こんにちは、森のワークベンチでございます。それではね、今日はこのザクスピード GR2 のウィンドモールの塗装してきます。で、まずデカールがありますよね。ちょっとここ補修かけたんでね、削った跡あるんですけど、まあマスキングテープをこのボディの側に貼るわけですから、まあデカールの上にテープを貼るわけですけど、一応デカールの上にラッカークリアを塗って、それからウレタンクリアを塗ってあるので、まあ、おそらくマス手で剥がれるってことはないと。ただあくまでもおそらくなんでね、おそらくがついちゃうので、保険ですね、デカールを保護します。マスキングゾルで、ただこれもね、マステをこう貼ってく途中で、まあ一回マステを乗せてまたこう剥がすってあるじゃないですか。その時にまた剥がれちゃう可能性はあるんですけどね。まあただデカールが剥がれるよりもね、マスキングが剥がれる方がいいんで、デカール剥がれちゃえばアウトですからね。だからブルーのストライプは塗装でやってありますので、そこは必要ないんですけどね。あと筋彫り、筋彫りっていうかパネルライン、このドアの隙間とかね、そういうところにこうマスキングゾルが入ってっちゃって、まあ後で取れにくいってなるんですけど、これ後でマスキング剥がすときに水の中につけとくんで、水の中につけとけばね、マスキングゾルは溶けてっちゃいますから。はい、マスキングゾルを乾かしてきます。はい、マスキングゾル乾かしてきました。で、まあ、さっきチラッとお話したように、マスキングテープ、ハリソン字が考えられるんで、そのテープが乗っかるかなと想定されるところ、マスキングゾルの上に一枚テープをかませます。まあこれでテープをね、くっつけたり剥がしたりしても、マスキングゾルは剥がれないですね。はい、で次に、マスキングキング、そう、マステをね、窓枠のとこ貼っていくんですけど、一応面出しの時にね、筋彫りとかやった時に、まあ、ウィンドモール周りもね、毛書きしてるんですよ。まあ、筋彫りってほどでもないんですけれどもね、毛書いてあります。ただ、今回急にこのウレタンクリアになったんで、まあ、その、窓枠周りのマスキングは、まあ取れちゃってるでしょうね。ここをどういう風にやろう。ここはレインストリップ挟んでセミグロスブラックなんですよ。いや、これちょっと作業性悪いわ。手袋をね、指紋できるだけつけたくないなーってんでね、手袋したんですけど、ちょっと作業性悪い。テープがね、手袋から剥がれないんで、手袋却下。まあ、後でまた、あれです。プレクサスで磨きます。一応今回ね、車用のワックス
モデリングワックスじゃなく車用のワックスを塗ってそこにプレクサスをかけてますね。コータピラの樹脂の部分だけ筆塗りでもいいですけどね。筆塗りでもいいような気もしますけどね。あとで筆で塗るか、まあいいや。質感がまた変わってきちゃうから。カットしてみるね。で、カットする前に、まあ今爪楊枝で一応押さえたんですけど、さらに、ニードルで、筋彫り用のニードルですけどね、軽く、カットするところを、当たりをつけときます。もうこれで、ナイフでのカットはやりやすくなるはずです。で、ナイフの刃はね、新しいところを出してやって、力を入れる必要はないので、慎重に、意外に埋まってないね。意外に筋彫りが埋まってないような気がします。破れるところが出ないようにね。で、こっちはこの飾りのモールのとこで、カットしちゃうか。切れてない、切れてない。これがあるからね、2枚を重ねるとこれがあるんですよ。ビリって引っ張って破いちゃわないようにね、毛羽立っちゃうとそこ、塗装おかしくなっちゃいますから。いや、この窓枠いつも思うんですけど、ちょっとこう内側に入ってるじゃないですか。マスキングテープ違うの使ったらいいね。もうちょっと、伸び縮みの効くマスキングテープであるんですよ。どうしてもシワになっちゃいますからね。なんだっけな、あれ。なんかややこしい名前だったけども。ちょっと厚手でね、曲げやすい、こういう黄色いテープがね、なんかあったんすよね。こういう隙間がね、穴が出ないように。ここはちょっと三角がね、おかしくなっちゃったんですけど、やむを得ないですね。こういうのがね、あまりないんでね、普通、ちょっと変わったマスキングにはなってると思います。いや、今回このマスキングの動画だけで一本なるのかな。不安だわ。こういう向きが変わるとこが怖いんですよね。
今回ウレタンクリアなんで、ラッカーではなく、エナメルを使います。どうしても、ラッカーを使うとね、縮みの原因になるみたいなんで、もうラッカー塗料でウレタンがやられちゃうんですよね。溶けちゃうので、エナメルはそういうこと起きないみたい。なんだろう。シンナー、ラカシナに入ってるアルコール分なのかな？わかんのが。ちょっとわかんないですけど、その辺。ちょっと今ここに細い隙間ができちゃってるんでね。カバーしときます。まあもちろんこれ全体、マスキングしますよ。しっかりと。じゃあとりあえず、マスキング終わらしちゃいます。はい、マスキング終わりましたね。まあポリ袋も駆使してね、マスキングしました。じゃあとりあえず、塗装しますか。はい、じゃあ塗ってきます。塗料はね、エナメルのセミグロスブラックですね。もちろんエナメルシンナーで薄めてあります。ラッカーシンナーでも薄められますけれども、今回はラッカーシンナーは使いたくないんです。で、ドアのアウターハンドルはもう筆塗りでいきます。はい、塗り終わりました。気をつけてね、気をつけて、テープを剥がないと怖い。一部ね、大丈夫ね、剥がれないね。一部マスキングゾル入ってないところ、塗ってないところにテープがかかっちゃってるんで怖い。マスキングゾルもみんな綺麗に落ちたんじゃないかな。はい、まあ窓枠の方はまあまあ綺麗に塗れたんじゃないかな。ちょっとあの内側にテープ貼ってね、外の色塗ってたから、大丈夫やね。はい、じゃあこれで今日の作業は終了。外装を次回からつけていくんですよ。まあまあここもネット貼らないとダメなんですけど、ネットメッシュね。ライト関係はまあ、前の方が、3D。あとクリアパーツはキットのと、あとアフターパーツのライトレンズ。問題は、ウィンドウなんですよね。それではまた。